東京馬車鉄道。東京馬車鉄道は、1880年、明治13年に設立され、かつて、東京府東京市において、馬車鉄道を運営していた会社。日本初の馬車鉄道であるとともに、日本初の私鉄でもある。ただし、馬車鉄道であることから、文献では後に改良し、蒸気機関を採用した日本鉄道や大半海間、鉄道、後に、半海鉄道、 南海鉄道、近畿日本鉄道を経て、現、南海電気鉄道を日本初の私鉄と記すものも多い。関営鉄道、後の日本国有鉄道 JR で採用された 1067mm 機関や、世界的に主流の 1435mm 機関、標準機のいずれとも異なる 1372mm の機関を採用していた。当時でも珍しい。 この機関を採用した理由は不明。以後、1372mm 機関は、罰射機関と呼ばれるようになる。はじめの計画者は、当時鉄道産業局長であった松、本城一郎、富田哲之助などであったが、種田誠一、谷本道の、河村伝え、九原正三郎に譲り、五代、友厚の後ろ立てにより実現化していった。1880年、 明治13年2月13日に発起人、種田,田誠一他3人が、松田道幸東京府知事に、不設願いを提出し設立された。同年12月28日に、会社設立が認められ、社名を、東京馬車鉄道株式会社とし、資本金が30万円、一株の売り出し価格100円。3000株、第33国立銀行より、資金調達。 東京市京橋区三十軒堀三丁目六番地に仮の本社を置いた。開業にあたって北旗人陣営が一番苦心したのは本社地の選定であった。予定とする馬百八十頭と馬車三十両を収容可能な車庫研究者をこしらえる土地を用立てるのは容易でなかった。民有地を用立てるのは無理と判断。沖と陣営は不設予定路線に近い官誘地を探し、 ハンダ・花岡町の避助地、現在の JR 秋葉原駅や上野旧、下寺明智、現在の JR 上野駅の拝借を願い出たが、許可されなった。発起人陣営は協議の結果、柴潮止め町2丁目の鉄道局構内を借用する、ことを決め、井上勝鉄道局長官に、道構内の用地借用願いを出願し、その折衝に発起人、種田誠一、 谷本道これが当たることになった。同年5月長官に元に発起人、種田,根田谷本が訪問し、井上自身から助言と、しばしお止め2丁目の鉄道局用地借用許可が早期に降りた。翌年3月21日に借地に駅舎及び鉄路、馬や、車庫建設の許可を鉄道局に願い出て29日に許可が降りた。借り受けた土地は、 現在の東新橋2丁目にあたる。出願した路線は、新橋停車場、後の塩止め駅から新橋、京橋、日本橋、昌平橋、小成通りから、上野公園、後の上野恩賜公園、下谷広のりへを抜け、浅草広公寺、玄関南門通りへ達する高路線と、高路線と平行区間、新橋停車場本町3丁目から分岐し、大田馬町通り、 浅草橋を経て五倉前通りを右折、浅草橋に至り倉前、浅草広小路の乙路線、新橋停車場から、新橋、乙路線と並行区間から右折し、京橋から住屋橋を越え、日本橋東中通り出て江戸橋から、伊勢町下賀通りは黒町通りを右折、浅草橋に至り乙路線と並行、合流する、平路線の三つの路線が、開業路線であった。 高路線の新橋停車場昌平橋までは、複線、昌平橋から浅草田原町まで、単線の3カ所に、行き違い線、対比線を設置した。本町3丁目から浅草須賀町までは、単線、三倉前から浅草広工事が複線であった。平路線は、全線単線であった。軌道付設工事は、概ね道路の環境に応じて幅、幅8尺。 深さ一尺二寸三分ほど地面を掘り下げ、砂利をも寸五分の厚さに敷き、手木で三寸まで突き固めた。軌道の枕木は栗の木で作られた枕木を使った。枕木は四尺間隔で軌道内に置き、上に、檜の縦材を敷き縦材のレールを、両で隙間なく固定し十軒につき砂利は二立方壺、使い、他一壺を二号二尺二歳は下地に使い、 残り七号八尺八歳は道路より掘り出した土と混合して上敷きに使った。レールやその他の関わる付属品等は高田商会により英国から輸入したものを使った。レールは久保形断面のものを使った。このレールは人力車や荷車、馬車の通行の妨害になりづらい利点がある反面、溝に人海道が詰まりやすく脱輪しやすい欠点があった。 脱輪を回避するために線路清掃人を宿っていた。鉄道馬車を運行する者を、魚車、業車、切手、切符を売る者は、車掌と呼んだ。1882年、明治15年6月25日に、新橋と日本橋の間を結んで営業を開始した。停留所は、基本的に、潮止め本社、新橋、終着地のみで、 途中の停留所は存在せず利用者が降りたいところを車掌に言えば下車来た。乗るのも手を挙げれば乗れたらしい。1882年、明治15年10月1日には、日本橋上の浅草日本橋間の環状線も短時間で竣工させた。開業当初に営業運転に当たった馬車は31両、あり、すべて英国製で当車が29両で、オールドバリ製で、 二等車が正であった。二等車のうち一両が夏用車と歌ってありこの馬車は現在で言うとオープンカー形状の馬車であり、当時好評でかなり使われていた。夏用車、オープンカー車体天井部分には東京市街馬車鉄道と記してあり、側面には車体番号が記してあった。逸話として当初、一、二両を試験的に英国から輸入し、あとは 東京馬車鉄道が国内でも増資量産するつもりでいたが、依頼先の鉄道局で製作する材料と、車輪鉄具の製作ができず、仕方なく、夏用車をすべて輸入したようである。馬は、宇都宮や関東地区近隣から購入して使った。開業時47頭。開業年の末には226頭に増やした。 新橋から全区間の所要時間は2時間程度で、新橋から浅草橋経由浅草広小路までは46分、新橋から万世郷経由浅草広小路まで42分、浅草広小路から上野広小路まで16分であった。料金は3区分制をとっており1区あたり1等車3線、0 2等車2線であった。1等車3線は2000年代の流通貨幣で1500円程度の価値である。 全区間、3区間3線を乗車すると2000年代の流通価値で4500円、2等の場合でも3000円の金額になる。2000年代のタクシー乗車金額相当の運賃であり、庶民が毎日使えるものではなかった。営業は好調であったが、運行の激化による道路の損壊や、馬鉄沿線の糞尿被害が社会問題化した。結局、欧州でも、 馬車鉄道を路面電車に置き換えるところが増えていたこと、日本でも京都電気鉄道をはじめとして、名古屋や川崎などで路面電車の運行が開始されていたことから、東京馬車鉄道も路面電車への移行を決定、1903年、明治36年に東京電車鉄道と社名を改めて、品川新橋間で東京発の電車営業を始めた。そして、同年中に、 路面電車への切り替えを完了する。この時、品川馬車鉄道が採用していた 737mm 機間は、東京馬車鉄道が採用していた 1372mm 機間へ改められた。その後の経緯については、東京都電車の交を参照のこと。当社由来の路線は、都電本通線、都電金杉線及び都電品川線となり、一般には、 銀座線の通称でも呼ばれた。製造会社は、明治25年時では、オールドバリー、イギリス25両、スターバック、イギリス13両、ジョン・ステフェンソン、アメリカ20両、ジェオルジ・ミルンス、イギリス30両、自社改造4両計92両であった。廃止にあたり不要になった、車両、機場、その他付属品は、イマリ出身の無田口元学のつてで、 佐賀馬車鉄道、後の佐賀電気軌道に売却された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。